ツ部門の方の準決勝でございます。まずこれもまたねちょっとじっくり見ましょう。形などね、そういうものすべてを含めてね、参りましょう。まずは糸ようじです。どうぞ。スタッフが驚いたのは今までと急に逆回転になったっていう。僕も驚きました。ね、驚きましたね。そんなのあったんだなっていうね。羽生さんも驚いてました。はい、そうそうそう、ここからですね、形作られていきます、はい、あの腰のあの感じも大事なのかな。 そこも ね、いいんですよ。こっから来ますよ皆さん。一気に糸ようじですねこれね、あビヨーンとね、あそこでね、ああだからあの足先をつま先で立ってる感じなのは、あの逆側がね、はい、あの尖ってて普通のつまようじみたいに使えるようにもなってるという、そこを表現。さすが菊池さん、なるほどってことですね。あれね、そういうことなんだ。そうなんです。ただのやっぱ糸ようじも進化してますのでね。そうか、あ取れますせの顔してたというね。いやでも今の2回目で同じことしてるけど、はい、新たな気づきがあるっていうの、はい、パターンですよね、これはね、はい、やっぱりね最初にねあそこまでやっぱ見れてなかったというね。いや全然気づかなかった。さあという、細部まで見れた糸ようじでございますが、それに対しますはこれね、ちょっと何か分かって見るこの感じもね、うん、いいんじゃないかなと思います、うん、さあ対しますはカヌレです。どうぞ。さあ回転の方向は戻りましたね、はい。どちらでもね大丈夫なんです。見てくださいこのあの感じ。確かにこう表情がまたカヌレ、カヌレ感ね、なんかねいいですね。やっぱカヌレってなんか昔もうちょっとでっぷりしてた感じするんですよ。確かに最近もう一回流行りだしてからちょっとほっそりしたかなっていう、なんか、ね、はい、なったかなって。それもなんかね非常によく表現できてるような気がするんですよね。なんかいいですね、このなんか出しゃばらない感じの表情してますね。カヌレ色がね素晴らしい、うん、このタイツをよく探してきたなっていう、ね、よくありましたね。いやー素敵ー、やっぱ動きがなくてもこれだけ見れるっていうのはやっぱりすごいことですよね。さあそれでは良かったと思う方どちらかに投票お願いします。どうぞ。どっちかな、これはむずいな。いやなんかちょっとカヌレ食べたくなるもんな。確かにこれ結構皆さんカヌレ食べたくなってる、ね、なってるでしょうね、はい、なんとも言えない味なんですけどね。そうなんですよ、だからカヌレって、うん、一昔前に流行った時は食べた結果、うん、なんでこれそんな流行ってんだろうと思ってたんですけど、最近のカヌレを食べたらあれすごい美味しくなってるって。えあのマカロンとかもその現象はありません？あ僕もマカロン1回食べてもういいと思ったら、はい、食べたいです。そのマカロンが流行り始めた時、もう可愛さ先行で、はい、確かになんだよマカロンって思ったんです、うん、僕も、うん、でも、うん、マカロンずっとやっぱ流行ってて、うん、いろいろ可愛くなったりして、うん、より可愛くなって、うん、最近のマカロンすごい美味しいんですよ、カヌレもそれと同じ状況になってます今、食いたいな、マカロンうまいんだ。ちょっとだから甘いもの好きな人、そうですよね、私の言ってること間違ってないですよね。流行りだした時のものってあんまり美味しくなかったイメージのカヌレとかマカロンも今の時代のやつはなんかすごいしっとり感とサクサク感とか なんかねすごい美味しくなってんすよ。そういう意味でカヌレが小さくなったのもそういうことかもしれないですね。あかもしれないです ね量がありすぎたコンパクトで美味しいっていう ね、 なるほどね。あさあ決着がついてしまうんですよね。どうなるのか見てみましょう。よろしいでしょうか。 5、4、3、2、1、 どっち。うわー、まあ、カヌレ、なるほど。やっぱりねちょっとやっぱ皆さんのこうね、うん、思い出の中というかね、どっかにあったカヌレが